元気が出る大チャンネル、大チャンネルをご覧の皆さん、北川大輔です。前回アカペラでご当地ソングをその場で歌う、そんな特集を行いました。それがたくさんの方から好評いただき、今回第2弾となります。その場に行って現地の中でご当地ソングを歌う、一番リアリティがあって雰囲気が伝わりますよね。できる限り頑張って撮影して配信したいと思います。今回は第2弾、またあんなところからこんなところで歌ってきました。楽しんでいただけたらなと思います。演歌歌手北川大輔がご当地ソングをアカペラでゲリラライブ第2弾、お楽しみください。もしよかったらいいねボタン、そしてコメント、チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録をお待ちしております。それでは始めましょう、大チャンネル。久しぶりに手を引いて親子で歩ける嬉しさに、幼い頃が浮かんできますよお母さん。ここが二重橋、記念の写真を撮りましょうね。皇居の二重橋です。以上です。風の噂を信じて、今日からはあなたと別れ、傷ついて旅に出かけてきた。渚優子さん、京都の恋でした。京都駅です。駅前の京都タワーがシンボルです。いい天気です。さあ、いよいよ走り始めました、千里浜ドライブウェイです。国で唯一認められている砂浜を走れる道路なんですね。公道です。日本海です。正面は能登半島、今後そして輪島の方に向かっていきます。一人ぼっちりしないでと、そんな言葉が風に舞う、むごいやつだとこの俺を責める、荒波日本海、輪島今後の能登半島、遠くなるほど遠くなるほど死ぬほど君を愛しているよ。北川大輔、遠くなるほどでした。北県の日本一の湖、琵琶湖にやってきました。すごい広いですね。大きいでしょ。滋賀県の約半分はこの琵琶湖だと言われています。ちょうど今船が見えますか。あれが海の子という遊覧船です。滋賀に生まれた子供たちはみんなあの遊覧船に乗るのが儀式になっています。我は海の子、さすらいの旅にしあれば、しみじみと昇るさぎりやさざ波の、滋賀の都よ、いざさらば。加藤登紀子さん、琵琶湖就航の歌でした。やだねったらやだね、やだねったらやだね、箱ね八輪の半次郎。
点です。箱根神社です。埼玉県浦和の駅前に来ました。埼玉といえば埼玉半蔵さん。なぜか埼玉、なぜか知らねえど夜の埼玉は老けてゆく老けてゆく埼玉の夜、どうにもならないあなた諦めないで、あんあ二人の埼玉。なぜか知らねえどここは埼玉。どこもかしこもみんな埼玉。前も後ろも全部埼玉。西も東もみんな埼玉。北も南もみんな埼玉。飛んで埼玉。ここは東京の銀座です。二人だけのところを誰かに見られ、噂の花が咲く銀座、一丁目の柳がため息ついて、二丁目の柳がささやいた、あなたの愛が目を覚ます、銀座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 、黄昏の銀座。以上です。札幌の星の下でロスプリモスさん。あなたには見えない星がアカシアの梢に灯る、満ち足りぬ満ち足りぬ愛の願いを、東京の君に燃やわす、あああああ、北の町札幌の星の下で。札幌のすすきのの繁華街といえばやっぱりこの狸小路、ね、この長いアーケード、このいい雰囲気ですよね。さあ、ここに来るとやっぱりどうしても歌いたくなるのは好きです札幌という歌ですよね、はい、そうです。テン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 、好きです札幌、好きですあなた、好きです札幌、好きです誰よりも、テンテレテテレテテテンテレテテテン、雪の重さに耐え抜いた耐え抜いた、ライラックの小枝に花が咲く頃、爽やかな風とともに訪れる、恋の気配に振り向けば緑に映える赤レンガ、好きです札幌、好きですあなた、好きです札幌、好きです誰よりも、テンテレレテテテテテンテレレ、幸せを探しましょう、泣かないで、たぬき小路もすすきのも二人の夢のラブロード、好きです札幌、好きですあなた、
好きです札幌好きです誰よりもテンデレレテテテテテンデレレテテ好きです札幌イエーイ。展望台にやってきました。素敵な綺麗な景色が待っていました。奥飛騨いいとこですよね。風の噂に一人聞いて言うのかっこいいし奥飛騨路水の流れもそのままに君はいでゆのネオン花奥飛騨に雨が降る。綺麗な景色の中、今日は心が癒されこれでゆっくり帰りたいと思います。いつも応援ありがとうございます。大チャンネルいかがだったでしょうか。まあ、ゲリラライブという名前の通り、もう周りに人が集まってきても覚悟で歌ってきます。その場の雰囲気、その歌の作られた何か雰囲気、景色、少しでも皆さん理解いただき、その歌を歌うとき、聴いたときには、あそこの場所はこういう感じだったよねと知っていただくだけでも、この大チャンネルの意味があったんではないかと思っています。さあ、前回に引き続きまして、今回が第2弾、まだまだ続きますよ。お楽しみに。それではまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思われる方はいいねボタン、そしてチャンネル登録お願いします。